はい、前回に引き続いて、元関西テレビの毛利アナウンサーに来てもらってます。またよろしくお願いします。お願いします。この前ですね、はい、関西テレビに入った時の話、それでその時に、まあ、おられたアナウンサーの先輩の話やったんですけど、まあ、たくさんおられては語り尽くせなかったんですけど、ちょっと翔平さん忘れてましたよね。桑原翔平さん忘れて、ちょっとお話聞きたいなと思うんですけど、はい、この人はね、正直私はびっくりしました。最初はやっぱりアナウンサーって思わなかったんですね、まあ、基本的にアナウンス部っていうのは当然アナウンサーは標準語を喋る世界にいますから、普段であっても標準語を喋ってるんじゃないかって思って放送局に入ったら、桑原翔平さんは一切標準語なんて喋ったことがない、標準語を喋ってるの聞いたことがないぐらいずっと関西弁でまくし立てているっていう、それだけでもびっくりしましたしね。で、生涯ほとんどニュースを読んだことがなかったっていうのもびっくりしましたね。ただやっぱパワフルですね、常にやっぱりこういう時にはこう自分が前面に出てこれだけは絶対喋ってなきゃいけないとかっていうことはしっかり喋っていますしね。もともとあの人はあの酒屋さんで働いててですね、中東でですね、当時富士系列が郵局を地方にこう作るということで、アナウンサーをちょっとたくさん採用せんといかんというようなまあ時期があって、酒屋さんから転身して入ってきたというふうに聞いてるんですけれども、だからちょっとなんというかアナウンサーとしての訓練というかね、はい、そういったものは受けてないと思うんですよね。だから当時 の、 あの役員の人もよく取ったなって正直思いますよ ね、 ね、標準語を喋るのアナウンサーを取ってみようって。ただよっぽどその最後の最終面接が面白かったんだと思うんですけど ね、 ね、まあ、それで翔平のね挑戦コーナーというのが、まあ、一世を風靡しましたけども、はい、だほぼ毎週挑戦コーナーのロケに行ってましたから、会社で会うっていうのは週に1回ぐらいしかないんですよね、なるほどね、そうでしょうね。で1回目のね放送がね、阪急と広島が日本シリーズで対戦するというので、その広島の街がこうものすごく湧いているという時に、その、まあ、関西テレビの途中で阪急系の会社でしたから、阪急ブレーブスのですねユニフォームを着て、広島の街を歩くという企画でしたよね、はい、あれね。そうでしたね、でもうなんかそれは袋叩きに合いますよね、それはね。広島の街、阪急の家を来て歩いてたら、まあ、それがまあ面白おかしくなんですけど、そこからもう僕が聞いただけでもね 2,3 回死にかけてますんでね、ちょっと骨折したりとか ね、 もう生傷は絶えなかったんじゃないかと思いますね、だから今はねちょっとあのコーナー無理ですね、やるの今はできないです ね、 ね、本当に体を張ってねやってました。今もね75ですかね、まだラジオ朝日放送でやってあります、はい、まあ、元気です。で、まあ、そのようなね、そうそうたる、まあ、先輩がいたわけですけども、まあ、毛利さんその中で、やってはったんですが、今で、ね、その後下にはね山広君ね、山広君が行ってきましたね、はい、彼はどんなやったんですかね。いや実は非常に真面目なタイプで、うん、でまあ、彼もいきなりバラエティっていうわけではなくて、競馬実況とかスポーツの実況もやってた。競馬やってましたからね、はい、うん、一時期なんですがね、うん、やってたんですよね、いろいろね、まあニュースに行って、まあその6時のニュースというのは、まあ局の顔というかね、はい、そういう部分もありますので、でまあで今あ、うん、そう今本当に思い出しちゃったんですけれども、もう時効だから話してもいいのかもしれませんが、山広アナウンサーは夕方のニュースのメインを一度、そのアタック630から名前はもう変わってましたけれど、やってた時期はずっと長い時期あったんですけど、はいはいはい、実はですね、その前に私に声がかかったんですよ。でもその時全く私はニュースに興味がなくて、まあ、それ30代の半ば頃で、もうとにかくスポーツがやりたくてしょうがない中で、スポーツでせっかくこういいポジション、いい実況ができるっていう年代だったので、ここでスポーツを離れたくないっていうのがあって、嫌ですって断ったんですね。でそれで彼の方に回っていったっていうのが実は
あるんですね。あ、そういうことあったんですね。まああの、だいたいこのまあアナウンサーをどういう、まあ、今度番組作るときにアナウンサーどうしようかとかの、それの大体、まあ、ディレクターとか、まあ、報道でしたらね、それデスクとかが決めていくわけですけども、でもひょっとしたら、まあ、そこにニュース行ってたらまたいろいろ変わってたかもしれませんね。そうですね、うん、もしそこでやってたら確かにその後のあのアナウンサー人生っていうのはまた違ったものになってたかもしれませんね、うん、なるほどね、でもあのスポーツやってよかったんじゃないですか。あ、だから私は良かったと思います、うん、で、うん、あのその後40代の後半であの夕方ニュースのキャスターもあの運よくさせてもらうことができましたし、うんうん、で山宏君はそこからそこでもうさらに2倍も3倍も多くなっていきましたしね、うん、なるほどね、確かにね、まあ、入ってきた頃ね、なんか谷村新司の真似したりね、このギター弾いてね、はい、いろいろやったも、そういう印象があったんですけど、どんどんそのね、やっぱりその自分のこうなんていうポジションを確立していきましたよね。で、まあ、今はあの若いですけども、あの夕方ニュースというのは新見君がやってますが、はい、彼はあのやっぱりある面切れ者というんですかね。あのたまたまあの彼が入社してくる時っていうのは私がアナウンス部長時代だったので採用試験に立ち会っていたんですけれども、うん、やっぱり初めて見た時からキラッと光るものはありましたね、うんうん、でもよくよく聞いてみたら別に彼はそのアナウンス学校に通ってるったこともなく、でそんなに小さい頃からアナウンサー目指してたわけでもなく、まあ、京都大学なんですけれども、それはもう野球をずっとやっていた、うん、でその時もあの野球部の選手兼マネージャーみたいな形でやってたっていうんで、うんうんうん、でたまたま関西テレビでアナウンサー試験があったので受けてみたということだったんですね。でもあの彼はずっと関西の生まれなんですよ。育ちも関西なんですけれども、うん、アナウンサー試験では全然関西弁も出ませんし、うん、普段喋っていてもその使い分けが関西弁で喋るときとそうじゃない標準語を喋るときって完全に使い分けができてるんですね。そうですね、あのまあ、今あのニュースでも夕方ニュース毎日ではないですけど、まあまあ、あの見てるんですけど、番組を仕切っていくこの能力というのはですね、はい、やっぱこれもちょっとさっき の、ね、あの馬場さんの話じゃないんですけど、こうある種天才的なこの空気を読む力とか、仕切っていくこの残り時間からのなんというかこの仕切り方とかですね、はい、そういうものが先天的なものがあるような気がするんですけどね。そうですね、まあ、彼はその確かにあの頭の回転も早いですし、うん、それからやっぱりしっかり勉強してますね、それはやっぱりベースにはあるんだと思うんですけれども、うんうんうん、ただやっぱその長い時間生っていうのは何が起こるか分かんない中ではうまく切り替えてうまく反応してやってるなっていうのは思いますね、うん、まあ、あの私らも OB ですからね、あの、まあ、古巣の会社に頑張ってほしいと思うんですけど、あの、まあ、報道ランナーというね、まあ、夕方のニュースなんですが、はい、まあ、新見君を、まあ、主にしてですね、僕割と頑張ってると思うんですよ、あの、番組自体がですね、はい、そうですね、うん、それは今あの離れてみて、どんな感じですかね。まあ、あの本当によくやってると思いますね、うん、でやっぱりあの今は報道自体も新見アナウンサーを前面に押し出そうっていうのをあのはっきりと出してますし、うんうんうん、でそれはその方向性としては全然間違いないと思いますし、ね、でそれに応えるように任務一生懸命やってるなっていうところはある、うんうん、ありますね。ただ ある面テレビ局と働き方改革っていうところからするとですね、本当はもっとやりたいんだろうけれども、まあ、どうしても休ませなきゃいけないとか、それ以上はできないっていうところも今はあるって、うん、まあ、ある面もしかしたら新見アナウンサー自身もちょっとこう悩み多いところなのかもしれませんけどね。彼は例えばスポーツやりたいとかそういう気はないんでしょうかね。あのいや、あのもともと野球実況とかもやってましたか。やってたんです。でこれも実はうまい、まあ、あの自分が野球やっているので、うん、選手の気持ちに分かるっていうところがあって、自分が、ね、経験してるんでね、で彼はあの一度首位打者になってますよね。兄弟でね、はい、あの首位打者になってるんですよね、まあ、あんまりその面影はないんですけども、まあ、とにかくやっぱりあの頭が切れるというか、
いうとこありますよね、うん、だからね、あのスポーツもできるし、うん、でニュースも読めるしっていうところもあって、なるほどね、はい、そういうね、もう本当のうちのというか関西テレビのもうオープンとしてね、大事に育てていってほしいですよね。そうですね、うん、まだまだ若いですからね。そうですね、はい、でまああの、まあ、関西テレビはまあ大体そんな感じだったんですけども、他局を見回してですね、はい、例えばまあいろんな、まあ、あの報道番組とかそのワイドショー的なものってね、やっぱり MC の力っていうのはやっぱり大きいと思うんですよね、どの人が MC をやってるかということで、例えばあのこの前あの報道ステーションで、はい、あのメインのアナウンサーなんでコロナにかかっちゃって、ね、もう間もなく復帰というような、ね、あのちょっと週2日だけとかなんか出てましたけど、彼なんかはどういうふうに思いますかね。あの非常に落ち着いてますしね、あのそういう点では状況判断もしっかりできる、まあコロナになっちゃったっていうのはちょっとあの不運というか不幸な出来事ではあったんですけれども、画面を見てても非常に感じもいいですし、うん、いいなとは思いますけどね。なるほど、久米さんから古舘さんからの後ですので、はい、なかなか大変だと思うんですね。すごいプレッシャーあったと思うんです、ね、今もあると思うんですけどね、あとあの早稲田で言ったらそのアナ研というのはちょっと離れてですね、例えば、はい、笠井君、フジテレビの笠井アナウンサー、はいはい、僕好きなのはね、あのテレビ朝日 の宮島アナウンサー女子のね、はいはい、それからあの、まあ、嫁入りでしたら辛坊治郎君とか、これみんな早稲田なんですけど、あ、まあアナ研とは関係ないですよね。そうですね、はい、ですから直接のつながりというのはないですね、実際ね。笠井君なんかは仕事はしたことはありますか。いや、あまり直接に触れ合ったことはないですね。まあ、あの宮島さんなんかはね、ものすごくスポーツの世界で、まあ、取材の、まあ、対象者に食い込んでですね、素晴らしいレポートをしたり、まあ、記事書いたりしてありますけども、まあ、東京区にもねそういった、まあ、名前もあるし実力もある人が、まあ、たくさんおられるわけですよ。辛坊アナウンサーなんかは接点はないですか。辛坊アナウンサーは、まあ、年齢的に近いところもあって、あのアナウンサー自体ほんのちょっとだけ、実は彼もあのスポーツの現場に来てる時があって、あ、そうですか、はい、野球のリポートとかをしていた時期もあるんですね、はあはあ、でも早々にスポーツ現場を離れていて、で、あのアナウンサー職からあの報道というんですかね、うん、解説委員というか、うん、そういうのにもう結構早めに変わっていったんですよね。だからそれはね、ある面正解だったかと思います。単純に物事を伝えるアナウンサーよりは今の方がはるかに自分を生かしているような気がしますね。そうですね、まあ、あのいろんな意味でね、選挙出るのか違うかというような話も出てましたけども、はい、やっぱあそこまで行くとね、こうある程度この影響力が強いですからね、一言一言、まあ、批判も強いでしょうし、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういう意味ではアナウンサーというのはね、この影響力がもうどういうんですかね、いろんな場面でね、はい、言ったことというのが視聴者に影響を与えますんでね。昔あのちょっとした関西テレビも不祥事がありまして不祥事、あるある大事典、という番組のことでですね、まあ、民放連除名されるという、まあ、大きな、まあ、出来事があったんですけど、で私もその直接そのことに関わってなかったんですが、テレビを見ておったらですね、この方が出てこられてお詫びいうのがお詫び予選というわけですね。その時には毛利さんが出てこられてです、ね、毛利さんがもうその頃あんまりどうですか、画面にはもう出てない、管理職になってたんで、そうですね、そのぐらいですかね、はい、アナウンス部長になりたての頃でしたね。あんまりもうね、管理職になるとそんなに、あの画面には出ませんので、で毛利さんが出てくるということは何かあったということなんですけど、そうですね、お詫びの放送からその後の検証番組とか、あ、検証番組だね、はい、そういう、まあ、あるある関連の番組は、一通りなるほどね、やりました、ね、まあ、それは ある程度のキャリアもないといかんし、局のね顔ということもありますし、局を背負って、視聴者の方に伝えるということもありますしね、まあ現場を離れておられてですね、僕の関係で言うと思い出すのは
あの西本さんがね亡くなられまして、はい、西本幸男さんが亡くなられて、その時特番を作ったんですよ ね、 そ、 うですね。その時はやっぱり毛利さんが、まあ、しばらく現場離れてはったんですけど、もう司会で仕切れる人というのはもういませんので、まあ、急遽出ていただいてね、あの時は、加藤秀さんとか田尾さんとか、そうです、ね、梨田さんも来ました ね、 ね、西本さんの思い出話をしてもらったんですけど、はい、まあ、ああいう時というのはまたちょっと一種独特、また別のこの仕切り方というか、うん、あのもちろん西本さんのこともよく分かってないという感じ、はい、西本さんなんかは仕事は割とした方ですか？はい、あの、まあ、うん、プロ野球ニュースとか、うん、であとはあの野球の実況の解説とかをしていただいて、なるほど、はい、あの私もその生放送の途中でよく怒られました、ね、やっぱり飛び込んで、例えばその外野手がね、右中間左中間飛び込んで取ったりすると、見事ファインプレーとかって言っちゃうんですよ、うん、でも違う、それはあかんでと、うんうんうん、単に最初のスタートの1本は遅れてるだけやと、うんうん、あんなら飛び込む必要ない、なるほどなるほど、普通に取れるんだって、あ、なるほど、うん、そんな感じでよく怒られましたね。この話しだすとね、また終わらないんで、はい、まあ、ちょっと時間がね、もうあまりないもんですから、もう今日のところはこれであの終わりますけど、また次回この続きやりたいと思います。チャンネル登録お願いします。ご意見、ご感想もお寄せください。